それではいきましょたかさんの心理学万歳ということで今日も榎本孝之が家庭に役立つ仕事に役立つそして経営に役立つ心理学の話をしていきたいと思います今はですねアドラー心理学の勇気づけ講座エルムという講座の中からテーマをピックアップして話をしています今日のテーマは「目的を意識する」っていうテーマで話をしたいと思っていますでその中でも今日は 奥の奥の目的っていうことを話をしていきたいと思います。でね、まあ生きている、まあ生活をしている中で、なんで自分のね、こう言動に対して、なんであんなことを言ってしまったんだろうとか、なんであんなことをしてしまったんだろうっていうふうに、こう自己嫌悪に陥ったりとか、あとは後悔をしたりとかっていうことってありますかねありませんかねいかがでしょうか あるいは、今度は他人に対して、なんであの人はあんなことを言うんだろうとか、なんであの人はあんなことをこうしたんだろうって、さっぱり理解できないっていうような思いだったりとか、考えたりすることっていうのはないですかね。なんでだろうっていうこと。まあ、どんな目的なんだろうっていうことですよね。こういうふうに、こう私たちは、まあ学校とか、まあ会社とかなどで、 目的意識を持ちなさいっていうふうに、この目的の重要性っていうのを教えられてきているんですね。そして実際にこう学校の行事だったりとか仕事においてしっかりと目的を決めて、でその目的を達成するためにはどういうふうにしたら良いのかっていうことを一生懸命考えて活動したりっていうこと。 うん、そういった目的をしっかり持って、目的を考えて活動したりっていうことを求められてきているんですよね。ただ、まあ、日常のね、ちょっとしたことだったりとか、まあ、仕事上のちょっとした、こう、言動だったりとかっていうことに関しては、そんなにこうね、目的っていうものは意識しているわけではないと思うんですよ。で、今回のテーマ、人の言動の背後。 人の言動の奥には建設的な目的があるっていうことを学びます。で、この建設的な目的っていうものを意識することで自分であったりとか他人であったりの行動を受け止めるっていうことができるようになる。その受け止め方が変わってくるっていうこと。それをすることによって勇気づけ。勇気づけとは困難を 克服する活力を与えること。その勇気づけの原動力になるっていうことですね。あらゆる行動には建設的な目的があるっていうことです。でね、ちょっとわかりづらいかもしれないんで、一つ例を挙げてみますね。例えば、お母さんの買い物に連れて行ってもらえなかった小学校2年生の A 君。これが留守番中に お茶碗をわざと割ってしまいました。さて、この行動に対してどんな建設的な目的があるかっていう、ここを見ていきたいんですね。で、普通であればお母さんが買い物に行く。で、その A 君はその買い物に連れてってもらえなかった。で、そのお母さんが買い物に行っている最中にお茶碗を割ってしまった。ね、わざとお茶碗を割ってしまった。この行動の 建設的な目的は何でしょうっていうことですね。で、ちょっと考えれば、やっぱり何で割ったのっていう目的は、連れてってもらえなくて、ムカついたからとか、連れてってもらえなかった、仕返しをしたかったとか、ね、連れてってもらえなかったから困らせたかったっていうような非建設的な目的が表面上に見えてくるって思うんですけども、これを建設的な目的っていうのを探してもらいたいんですよね。意識的に探してもらいたいんです。 でそれを考えていくと、この建設的な目的っていうのは、本当はお母さんと一緒にいたかったとか、お母さんと楽しい時間を過ごしたかったとか、ね、お母さんと一緒に買い物に行きたかったっていう気持ちを分かってほしかったっていうのが建設的な目的。それが見えてくるわけですよね。なので、まあね、お茶碗を割ったっていう、まあ アドラー心理学でいうところの不適切な行動っていうのをしたとしてもその子供がねお母さんと一緒にいたいとかお母さんと楽しい時間を過ごしたいっていうふうなこの思いっていうのはそれは当然非建設的なものではないですよねただそのお母さんと一緒にいたかったっていう気持ちを伝えたいっていうことを表すのに 私はこれをどういうふうにすればねアドラー心理学でいうところの適切な行動にこう切り替えられるのかっていうところがまたポイントになってくるわけですけどもでもその前にねあらゆる行動に建設的な目的があるえこのことを、ね、理解していただいてこの建設的な目的っていうのを探すそこに意識を向ける。 それをまずやってみるということを始めていただければというふうに思うんですよね。ということでえ今日も心理学万歳ということで榎本孝之がお送りいたしました。それでは今日も一日張り切っていきましょう。あなたはできる。